私の可愛いお宝さん、リュウグを元気にしてあげて。ピシーダーンダーン、この町全体を私の根城にしてやる。もうでっかくなってる。一歩遅かったか。怪盗ノエル。ケイチロ君たちは僕に任せて。ああ。ピシッ、お待ちかねのオイラの出番。ってマジックじゃん。いつの間にダイヤル付きに？それじゃあそっちはよろしく。ウィ？おい、なぜ連絡しなかった？君たちとリュウグは相性が悪い。ただそれだけ。ピシッ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 、怪盗ガッタイム、勝利を奪い取ろうぜ。ピシッ、完成、ルパンカイザー。あれは見たことない VS ビークルですね。お前が作ったのか。ふん、まあね。ゴーッシュ。左腕と頭。ゴーッシュ。変わります。でーん、完成、ルパンカイザーマジック。ボーン、ドン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 、ボーピシー、うわー、うわー、おー、こいつはすげー、すごい。ありえないことが起きるよ、カーン。え、なになに？どういうこと？これまでにない不思議な力を感じる。うんうん。よし。じゃあ行ってみよう。うわぁ！パカ。ピシッピシッ。ピシッ。ボーン。ゴゴ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 、ピシー、ゴゴ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 ゴ、ピシー。うお、これは一体、この中にお宝が隠されているぜ。うんうん、探してみな。本当か、一体どこにある。ああ、違う。うん。これも違う。何やってんだよ。頑張れー。頑張れー。うんはー。やったー。怪盗から盗んだぞー。よく見てみな。ん？おお、ありえん。すごすぎです。こんなのずるいですよ、ノエルさん。そうかい？でも、かっこいいだろ？ノエルは、
自分で作った VS ビークルをなぜ自分で使わないんだ。ゴーッシュ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 ッドーン。グッドストライカー驚いちまえイリュージョン。ルパンマジック竜宮城。ゴゴ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 ゴ。出番だで。うわ、これは大好きな私の城。はぁ、あ、ピシッドーン。うわぁ、ドーンドーンドーン。永遠にアデュー。気分はいつも以上に最高。ででーん、トリッキーすぎ。もしかしてルパンコレクションを使うごとに何か少しずつ減っているのでは。何かが。お疲れ様です、前田です。ルパンレンジャーパトレンジャーの28話目再現いかがでしたかね。マジックダイヤルファイターが登場して非常にトリッキーな戦闘を繰り広げてましたね。でこれ劇中の再現に使ったのがデラックス版の、これですね、ダイヤルファイター、マジックダイヤルファイターですね。でまだミニプラがないのでこれしかなくてやってますけど、でこちらはですねもう劇中の再現でバンバン遊んで使いましたので操作は覚えましたけど、こちらが本体ですね。意外とこれ初めて見た時小ぶりだなぁと思ったんですけど、他のダイヤルファイターと比べるとですねこんな感じのサイズ差ですね。腕メカは、ちょっと遊んだ後なので、ちょっと変形してますけど、こんな感じのサイズ差で、まあ、長さはほぼ一緒かなという感じですね。うん。で、これはですね、劇中でもやってましたけど、まあ、ここが開いてですね、回すと開きます。うん、開いて、で、ここが開いて、手首が、出てきますね。で、これは稼働しなくて、まあ、この形で固定なんですけど、まあ、ここからですね、トランプを持つシーンがあったり、最後にこういう、ちょっとならないですけど、今、このパチンとやって、フィニッシュをやってたという、ところがありましたね。で、これはですね、この手首が、どの向きを向いてても、閉まります。で、このまま蓋ができます。で、回すと、うん。こう音が結構、気持ちいい音が鳴りますね。おー、いいですね。うん。はい、こんな感じですね。メカの、まあ、全体的なシルエットというか、はい、ギミック。あとは、ま、ここが、変形の時に動いたり、で、ここがですね、頭部パーツになるので、引っ張ると外れて、このように外れて、こうですね、パカッと開くと、顔が出てくるという感じですね。結構印象変わりますよね、この合体。まあ、今までは手が変わってただけで、ルパンカイザーの顔は、こちらのですね、レッドダイヤルファイターがやってましたけど、この顔ですね。この顔じゃなくなって結構ガラリと、もう別物ですね、ロボットの顔としては。ちょっとルパンカイザーの顔見えますか？奥まってるので見にくいかもですけど、こんな感じで。はい、今回のマジックダイヤルファイターの頭部パーツの方が、顔自体が大きいので、明らかに顔という認識ができますね。てかこれなんか無敵将軍のあれみたいですね。あの鶴の被り物みたいにも今一瞬見えましたけど、どうですかね。ここからも雑談ですね。最近はルパンレンジャーパトレンジャーはですね、ちょっとこう何ですかね、緩い回が続いているというと、まあ、あれですけど、次回は、また新しいビークルが出て、警察側のパワーアップ
ビークルが出てくるという感じでして、で今回のこのマジックダイヤルファイターの登場とか、まあ、1個前のエアロビクスの話とかですね、あの再現非常に好評いただきまして、はい、反響がありましたけど、うん、ちょっと今ゆるい話が続いてるなというところで、こうストーリーの転換がそろそろ出るかなという前触れですか。司がですね、ノエルはなぜ自分でダイヤルファイターを使わないのかという心で思ってるシーンがありましたよね。まあ、絶対何か理由があるんですよね。 VS チェンジャーをノエルは持ってなくて、X チェンジャーではこれを発射できないという単純な理由では絶対ないですよね。もしかしたらですけど、このルパンコレクションを使うたびにですね、まあありがちかもしれないですけど、例えば生命エネルギー的なものがちょっとずつ減っていってとかっていう設定があるのかなという気はしましたね。まあ、僕のこういう予想はいつもことごとく外れますので、うん、聞き流していただければと思うんですけど、まあ、ノエルがですね、コレクションを改造して、使えるようにしてるっていうエンジニアでもありつつですね、コレクションの本当の恐ろしさというか、そういったものを知ってるんじゃないかなという気もしますよね。このダイヤルファイター、マジックダイヤルファイターは、何回か前に小暮から借りてたものですよね。交換条件で、その時回収したコレクションを渡す代わりにマジックダイヤルファイターを貸してくれっていう取引で、まあ、小暮もそれに、まあ、乗っかって交換をしてましたね。で、僕たちの願いは一緒ですから、どうですかねみたいな意味深な会話もしてたので、まあ、あれも何かの振りなんでしょうと思うんですけど、うん。どうしてもですね、スーパー合体が出ないですね。いきなり話がありますけど、ルパンレンジャーとパトレンジャーが共闘するっていう話がなかなかないですから、この間出たグッドクルカイザー VSX が、あれ以来登場してませんので、本編で。ちょっと寂しいですよね。スーパー合体、あれ、結構やっぱかっこいいんで、バンバン出てほしいところですけど、設定上難しいのかなという感じですよね。このまま出ないなんてことはあり得るんですか？一回限りの合体ということは悲しいですけど、この先、まあストーリーの展開は非常に気になるところではあるんですけど、まあもう一個僕の気になることとしてはですね、VSX 以上のですね、スーパー合体がこれからあるのかというところですね。正直ですね、今まで出てきたビークルの構造上ですね、まあジョイントが、まあこういうところしかないので、あとはこれですね、この認識のプレートのレールのパーツぐらいしかないので、最終合体っていうのはもう全合体は不可能ですよね、このままだと。まあ、このジョイントがいっぱい飛び出たメカが出れば別ですけど、うん、これを全部ガチャガチャくっつけるような仕様ですよね。まあなかなか考えづらいですから、今年も全合体はしなさそうですかね。去年のキューレンジャーもですね、最終的な合体はもうオリオンバトラーは単体で遊んで、3体のロボはですね、オリオンバトラーを大砲に見立ててですね、ぶっ放すというのが最終技でしたから、今年もちょっと全合体はないかなという感じですよね、残念。そう、去年のキューレンジャーで僕まだオリオンバトラーのネタバレをする前に、旧玉が全部合体するような、なんていうんですかね、最終ロボの、予想してたんですよ。まあ、旧玉人は、まあ、旧玉はくっつきましたけど、ボイジャーがガンガン余ったというスーパー合体だったんで、ちょっとあれじゃあ、残念だなと思ってて、最終ロボに期待しましょうとなんかの動画で言った気がするんですけど、まあ、結局オリオンバトラーで、他のロボと合体するっていうことはなかったんですけど、最終ロボのギミックは、まあ、全合体の、まあ、パーツを、兼ねてるという、まあ、戦隊ロボ、最終ロボの宿命を、まあ、去年は追わなかったというところでしたね。
ちょっとやってなかったですね。このように、X エンペラーとも合体ができますね。今、もう、筆を外してつけてますけど、まあ、このように、くっつきますね。あ、ジオキング、ジオキング。はい、こういうことしかちょっとできない最近の、ロボットたちでございますね。この X エンペラーもですね、単体ではものすごいいいおもちゃですけど、まあ、グッドクルカイザーまでしかやっぱりいかなそうな合体機構ですよね。結局全合体はやっぱり今年も見られなそうなという今の状況ですけど、どうですかこの状況皆さん。今回の動画には全然関係ないんですけど、今気づいたんですけど、この3つのダイヤルファイターの製造元が、製造元じゃない、製造場所が違いましたね。これメイドインチャイナですよね。レッドダイヤルファイターはチャイナなんですけど、グレーじゃない。イエローと、ブルーは、チャイナじゃなくて、見えますか？タイランド？見えますよね。だったり、こっちもタイランドだったかな？こっちか。はい。タイランドなんですよ。これ違ったんですね。まあ、どうでもいいですけど、初めて知りました。今、ぼーっと見てたら気づきましたね。中国製とタイランド製でしたね。ちなみにですね、マジックダイヤルファイターは、さっきのメイドインチャイナとかタイランドって書いてないんですよね、本体には。説明書とかに書いてあるんですかね。これ、どこにも書いてなくてですね。まあ、どうでもいいっちゃいいんですけど、これはどこかわからないですね。はい、ということでですね、今日は、ルパンレンジャー、パトレンジャーの第28話ですね、誕生日も戦いでの、再現を作って、まあ、プラス、くっちゃべり動画ということでしたので、はい、またよろしくお願いします。ありがとうございました。お疲れ様でした。前田でした。よろしくお願いします。前田でした。